それじゃあ謙譲語について説明できる人は？謙譲語って敬語の一種だったよね。私は鴨田桃奈、小学5年生だ。はい。よし、どうか答えてみろ。自分や自分の身内の行為を相手に対してへりくだって表現することで相手を立てる言葉です。そしてこちらが双子の姉トウカだ。さらに自分の行為や立場を低く示し相手への敬意を表します。うん、完璧すぎる答えだな。すぐに答えられるなんてさすがトウカ。姉妹だけど学力の差は歴然で正直ちょっと悔しい。トウカはなんでそんなに頭がいいの？ちゃんと勉強してるからだよ。私も勉強してるんだけどな。そんなに落ち込まないで。私たちは一卵性の双子で見た目もそっくりでしょ。うん、だからきっとモモナの才能もそのうち開花するよ。そうだよね。ただいま。オレクサ、カーテンを開けて。オレクサ、電気をつけて。ちなみに我が家では AI オタクのパパの影響で AI 化が進んでいる。その夕方のこと。チャット ORE の最新モデル O1 がリリースされたぞ。これはもはや革命だ。何それ何それ、詳しく聞かせて。新しい AI の情報を仕入れた興奮気味のパパが帰ってきたの。専門家顔負けの数学&理数科目の知識量を持っているらしい。それって人類より優秀ってこと？一概には言えないが AI が着実に進歩していることは確かだ。へえ。私も AI の目まぐるしい進化になんだか心が躍った。これまではどうしてもミスが目立っていた AI だが、それもかなり改善されているようだぞ。よくわからないけど、とにかくすごいね。ああ、夢が広がるよ。やっぱりこれからは AI の時代だよね。さすが我が娘だ。適切に使えば間違いなく我々の生活を豊かにしてくれるだろう。うんうん。トウカは頭がいいから、こういった話にもついていけるんだな。AI、AI って。なら洗濯物も AI に畳ませてよ。それはできない。AI も大したことないわね。ママは AI になんか興味なさそうだったけどね。翌日。ねえねえみんな、チャット ORE って知ってる？当たり前だろ。でまあ詳しくは知らねえけど。対話型の AI だっけ？そうそう、今の私たちには欠かせない存在なの。人工知能って本当にすごいよね。昨日ね、最新モデルが発表されたんだって。さらに優秀な AI らしいよ。まさに技術革新だな。私も使いこなせるようになりたいな。みんなで AI の凄さを話していたんだけど。使いすぎは危険だけどね。え、シオラちゃんどういう意味だ？シオラちゃんは一人危機感を持っていたの。確かにすごい技術だとは思うわ。でも所詮はコンピューターだし、頼りすぎると弊害も出てくるはずよ。なるほど。シオラちゃんはしっかり自分の意見を持ててすごいな。何それ、使えるものは使った方がいいでしょ。私たちが楽できるように開発されたのよ。そうだけど AI に支配されるなんてことになったら大事よ。時代に追いつけないなんてかわいそう。だけどトウカは反対意見で二人の意見が衝突してしまった。その安易な考え方だと。はいはい、私に今度のテストで勝ってから意見することね。はあ、なんかごめんねシオラちゃん。モモナちゃんが謝ることじゃないわよ。そしてこの日、数学のテストが行われた。今回こそトウカに追いつけるように頑張ろう。双子なんだから私だってやればできるはず。そう意気込んだその時。ん？なんかおかしい。私はふとトウカの視線が気になった。しばらく観察していると。え、スマホ？これってつまりカンニングじゃ。とんでもない場面を目撃してしまったの。テスト中にスマホを見るのはご法度のはず。やっぱりそうだ、スマホで答えを調べてるのか、それとも教科書を写真に撮って見てるのかも。いや、もしかして。その時私はピンときたんだ。専門家顔負けの数学&理数科目の知識量を持っているらしい。どうかはチャット ORE を使っているんじゃ。パパの話にすごく食いついていたし、チャット ORE に否定的だったシオラちゃんにやけに強気だった。双子の妹としてトウカの行動にはとてもショックを受けた。そしてテスト後。なーに話って。テストのことなんだけど。はあ、今回ももちろん完璧だったわ。その様子だとモモナはまたヘマしたんでしょ。私のことはいいの。それよりチャット ORE を使ってカンニングしてた。はあ、ないない、自分が解けなかったからって妬むのはやめてよ。私は全てを明らかにしようと思い切った質問をぶつけてみる。信じたくないかもしれないけど、私は本当に優秀なの。
どうして双子でこうも違うのか不思議よね。私見ちゃったんだ。どうかがさっきスマホ見ながらテストを受けてるのは。バレてないと思ってただろうけど、後ろから丸見えだったよ。え、ねえ、正直に答えて。すると見られたなら仕方ないか。ママナの言う通りよ。やっぱりどうかは白状した。もうやめなよ。今なら誰にも言わないから。やめるなんてもったいないでしょ。え、あんなに便利なものテストにこそ使うべきよ。何言ってるの。私は双子の姉妹として止めようとしたけど。モモナも使ったらいいじゃん。勉強しなくても簡単に満点が取れるよ。苦戦をしてまでいい点取ろうとは思わないよ。あっそ、じゃあいいや、勝手にすれば。私はこれからもずっとチャット ORE に頼るけどね。そんな。どうやらトウカはチャット ORE の虜になってしまったらしい。そして数日後。また100点かよ、すげえな。どんな勉強してるのか教えてよ。必死に勉強した努力の賜物よ。まあ生まれながらの才能もあるけど。羨ましいな。嘘つき、誰だってカンニングしたら満点取れるよ。全く悪びれない動画を見て怒りが湧いてくる。見て見て、今日も満点取ったの。やったな、偉いぞ動画。まあそれなら今日はごちそう作らないと。イエーイ。動画の自慢は学校だけじゃなくて家でも炸裂していた。次の定期テストでクラス1位だったら好きなおもちゃを買ってくれる。うーん、お願い、私頑張るから。さらに大胆なことまで言い出し。よし、いいだろう。たまにはご褒美も必要だしね。ありがとうパパママ。そんなのつらい、どうにかしなくちゃ。私がどうかを止めなければいけないと決意したのだった。次は振り子の問題ね。全然理解してないけど、チャット ORE があれば余裕だわ。便利な世の中に生まれた私はそれだけで人生イージーモード。知りたいことを何でも教えてくれるなんて最高。これがあれば一生勉強しなくてもいいんじゃない。次の定期テストも学年1位間違いなし。そして1ヶ月後、運命の日がやってきた。今回も私がトップだからね。その下があなたたち2人なの。そう、頑張ってね。このクラスの2番さんと3番さんに宣戦布告。さて今回もチャット ORE に頑張ってもらうわよ。これはチャット ORE を使いこなしている私の実力。それから私はテスト開始の合図を待った。すると、テストの前に先生方お願いします。何？なぜか先生が数人教室に入ってきて、次の瞬間、どうなってるの？なんだなんだ？全く理解できないことが起こった。私の周りに4人の先生が立ちはだかったの。今回は10日に監視をつけてテストを行う。なんでですか？お前がズルをしているとタレコミがあってな。その理由は私がズルしないようにするための監視のため。マジかよ。そんな、先生は私を信じてくれないんですか？信じているさ。ズルしていないなら監視がいてもいなくても関係ないだろう。一体誰が。そして気づいた。やっぱりモモナの仕業ね。忠告に従わなかったから先生に話したんだわ。敵は身近にいたんだと。でも私だけこんなのあんまりです。疑っているわけではなく、潔白を証明するための手段だ。いつも通りテストを受けてくれたらいい。わかりました。ありがとう。それじゃテストを始めるぞ。大丈夫、私の頭ならチャット ORE がなくたって解ける。結局私は受け入れた。こうなったら自分を信じるしかない。そしてテストがスタート。なんだ、授業で習ったのばかりじゃない。これなら自力で解けるわ。ああ焦って損した。意外にもペンが進み、出だしは好調だ。しかし、こんなの習ってないわ。いや、習ったっけ？ダメ、覚えてない。あっという間に絶望は訪れる。そうだ、チャット ORE にって。ダメダメ。わからないのかな。モモナ、あんたのせいで。そりゃそうだよね、ずっと AI に頼りっぱなしだったんだもん。このままじゃ満点なんて絶対に無理。でもクラスで1番を取らなくちゃおもちゃを買ってもらえないし。しかしここで諦めるわけにはいかない。周りは固められているけど、隙を狙えばバレないよね。タイミングを見計らってスマホを取り出そう。だから私は何としてでもチャット ORE に頼ろうとしたの。よし、今だ。私はタイミングを見計らいスマホを取り出す。あとは机の下で操作をすれば大丈夫。
うまく切り抜けて満点を取るんだから。そして私の運命は。どうか、なぜスマホを持っている？行く。今はテスト中だぞ、先生に渡しなさい。最悪の方向へ。さすがに4人の監視の目をかいくぐることはできなかった。これってチャット終わるいいじゃないか。お前いつもこの AI を使っていたのか。そしてもちろんチャット ORE を使っていることもバレてしまったんだ。今チャット ORE って言ってたよな。トーカちゃん、なんでそんなことしたんだろう。そういうことだったのね。はいはい、残り40分だ。みんなテストに集中しろ。トーカも変な真似しないでしっかり解くんだ。はい。それからチャット ORE を封じられたままテストは再開。何もわからない。こんなことならちゃんと勉強しておくんだった。すべて終わりよ。今回はすぐに全員分採点したが、トーカの結果は32点、クラスの最低点数だったぞ。こうしてトーカの不正はすぐに暴かれたの。どうしてあんなことしたんだトーカ。だっていい点取れれば褒められるから。カンニングは絶対にしちゃいけない、当たり前のことだろう。トーカを信じていたみんなは悲しそうな顔をしている。だけど AI を使って何が悪いんですか。何？トーカは開き直った。これからの時代、使いこなせた方が苦労しないんですよ。そうかもしれないが、ここは学校だし。 AI は生活に必要不可欠な存在になりつつあるんです。それなのに自分で考えるなんて非効率だって分かりませんか。そんなトーカに先生は言いまかされそうになった。だけどそれは違うわ。 AI を頼るのはいいけど、そうしたらあなたを頼る人は誰もいなくなるわ。シオラちゃんがしっかりとした意見をトーカにぶつけたの。はあ？意味わからないんだけど。自分では何も解決できません。 AI がなければ何もできません。そんな人間を誰が必要とすると思う？確かに AI は便利だけど、頼りすぎると中身のない空っぽな人間になってしまう。そんなの大げさでしょ。どうしてそう決めつけられるの？それはつまり、ほらチャット ORE にばかり頼ってたから自分の言葉をまとめられないじゃない。そんなんじゃいずれ AI を使う側じゃなくて AI に使われる側になってしまうわよ。そうならないように私たちは備えなくちゃいけないの。だからシオラちゃんはあの時危険だって言ってたんだね。さすがだな。私そこまで考えてなかった。自分が楽になるならそれでいいとばかり。どうしよう、私もうこの先自分の力だけで生きていける自信ない。トーカはさっきまでの威勢が嘘みたいに落ち込んでいる。だけど大丈夫だよトーカ、だって私たちまだ子供だもん。今からでも挽回できるよ。だから今度からはちゃんと勉強しよ、一緒に。モモナ、トーカはまだまだやり直せる。双子の私にはわかるんだ。うん、わかった。ありがとうモモナ。シオラちゃんもわかってくれたのならよかったわ。その後十分反省したトーカは先生からの厳重注意で済んだ。難しい。なんでこの式になるのかな。チャット ORE に聞いてみる。トーカ、自力で解くって約束したでしょ。ごめんごめん。 AI を使うのはいいけど、シオラちゃんの言う通り頼りすぎには気をつけなくちゃね。今日も見てくれてありがとう。